こんばんは。6時のニュースをお伝えします。先ほど草加市の公園でひったくりの事件が起きました。犯人の男は未だ逃走中です。現場に坪浅アナと桜アナがいますので、詳しい話を聞いてみましょう。坪浅アナ、桜アナ、何してんだよ。すいません、申し訳ございません。こちらが実際に事件で起こった現場となっております。目撃者の情報によりますと、男はこのように公園を歩いていた女性のバッグを強引に奪って逃走したとのことです。女性は男をすぐ追いかけましたが、追いつくことができず逃走中です。警察は男の行き追っています。たく、何してんだよあいつは。詳しい情報が入り次第またお伝えします。はい、続いてのニュースです。アメリカのイリノイ州で10日、新たな記録が生まれました。新しい記録を残したのは、イリノイ州に住むキャメロン・ソフィアさん100歳。キャメロンさんは1日3本のドクターペッパーを40年間飲み続け、今月100歳を迎えました。1日3本毎日欠かさずドクターペッパーを40年間飲み続け、100歳を迎えたのは世界でキャメロンさんただ一人です。この偉業にキャメロンさんは、飲むなと忠告した医者は全員死んだと名言を残していたとのことです。あの先ほどのひったくりのニュースに進展がありました。犯人である男が再び公園に現れたそうです。もう一度坪浅アナと桜アナにつないでみたいと思います。坪浅アナ、桜アナ、何してんだよ。すいません。先ほどの事件に進展がありました。僕らがこちらの茂みでキスしてる間に、待機してる間に男が再び現れました。しかし私の存在に気づき、男はもう逃走しました。警察は男の行き追っています。マジかよあいつら。犯人はまだ逃走中だということなので、近隣住民の皆さんは警戒を強めてください。以上、ニュースをお伝えしました。